私が本当毎日会いたい人間でこの人しかいないなって思いました。私を扱えるのが。ニコルン結婚おめでとうございます。ありがとうございます。旦那さんのことは何て呼んでるんですか。何て呼ぶ、はい、そうですね、下の名前で呼んでます。下の名前は秘密なんだっけ。稲葉優っていう名前出てます。マジ泣けんだけど、一人で VV って泣いてたんだけど。マジで超ダメダメじゃない。わかる。バイバイがヒットしたら、うん、ニコルンの給料も倍々になるんですか。うまい。どうぞ。おお、すごーい。どういう気持ちで見てたんですか。わかんない、複雑すぎて。ちょっとさ、タオル持ってきたんだけどさ、タオル大きすぎて。まだ来てないです。嬉しすぎない。何ニコルさん来た。デブさんも横にいる。ちょっと伏せしてる。2人でやってきたみたいな。今日は僕とニコルさんのために集まっていただいてありがとうございます。本当にお世話になった方ばかりで、はい、ちょっと徳光さんが遅れてるようで。ありがとうございます。もういらないね。そうですね、デブさんいらない。お疲れ様です、ニコルさん。なんでそんなに泣くんですか。なんでですかね。もうなんか嬉し泣き。嬉し泣き。だって泣いてくれた人今までいないです。本当ですか、はい、マネージャーさんは発表して連絡が来すぎて泣いてる暇なかったって言ってました。私の親ですら泣いてないです。だから逆にそれで実感します。本当ですか。まだ結婚したこと実感は湧いてなかったんですけど、こんだけ泣いてくれる、喜んでくれる方がいるってなったら実感湧いてきます。ありがとうございます。大人になりました。本当にバイバイ歌ってやめてください。NG は。本当ですか。バイバイ NG は。バイバイ言ってたんです。私あの時のクリアファイルの CD も今です。確かに。ありがとうございます。本当に、おめでとうございます。あの、私も何個か質問してもいいですか。はい、どうぞ。あのえ、なんでそんなに泣いちゃうの。本当に、なんで、なんで、なんで嬉しい。なんで結婚ってすごいね、こんなに喜んでもらえるの。めっちゃ、こんなに嬉しがくしたの人生で初めてです。私も初めてですよ。逆にちょっと引いてません。引いてます。最初嬉しかったけど、だって打ち合わせの時もあって、だってナイスだから、だってもう2回目でしょ。さすがに。え、幸せですか今。そうですね、幸せですね。どんな時に幸せ感じますか。でも家帰った時じゃないですか。やっぱ安心できる場所があるっていうのが嬉しいです。いつ頃から2人で住んでるんですか。そうですね、どんくらいだ。でも付き合って1年くらいしてからかくらいですかね。その2人で住むようになったきっかけとかは。きっかけですか、はい、で私が本当毎日会いたい人間で、はい、逆に一緒に離れてたりすると、はい、なんで来ないのとか、はい、そうやって迷惑かけてしまうので、だからこっちに来た方がお互い楽っていう。そうだった。じゃあニコルさんの家にそうです、はい、合流して、合流して、はい、同棲開始して、はい、今もそのお家に。そうです。だから引っ越したいんですけど、なかなかいいお家もなくて。あ、そうなんですね。どういう家に引っ越したいんですか。で今3部屋、はい、なんですけど、やっぱ4部屋欲しいです。何に使うんですか、4部屋も。あっちのお部屋がないので、私のメイク部屋で1個使っちゃってるから、はいはい、個人の部屋は欲しいですよね。え、じゃ あのワンちゃんも飼ってたっていう。そうなんです、はい、ワンちゃんも2人で住み始めてから。はい、そうです。
よくなんかバレなかったですね。いやバレなかったです。でそう散歩とかもしてたりとかして、むしろ同じ犬種同士で、うんうん、会ったら大体話すんですよ、はいはい、でもやっぱ犬のことしか見てないから普通にニコルンとして喋ってるんですけど、はい、全然バレてなかったです。そうなんですね。隠してるつもりはなかったんですけど、うん、全然バレずに。え、それ散歩の時はツーショットとかで？あ、2人で散歩したりします。それでもバレなかった？はい、バレなかったです。すごいですね。みんなそんなうちに興味ない、ないんですよ。いや、そんなことないですよ。オーラ消して、オーラ消して散歩してます。そうだったんですね。え、結婚式いつするんですか？めっちゃ来たい人みたいな。来てくれるんですか？結婚式サンジャポソーズみたいな。え、待って何？でも来年までにはね、したいなって思ってます。だから今年そうやっと動けるようになったので。そうですよね。そういろいろ見つける時間にします。日曜日の午前中はやめてください。確かに。日曜日じゃないところで、はい、至る所にカメラマンとかも揃えて。ね、待って、そんなさ、テレビの収録入る結婚式あるの？昔のような。あ、昔のような。ちょっと相談してみます。はい、これだっていうのが決めてあったんですか？決めて？でもこの人しかいないなって思いました。私を扱えるのが。どういう時に思ったの？だいたいその今までの恋愛も重いって言って振られててきたので、なんかこんな自分をまず受け止めてくれてる人がいないので、なんか周りの友達、みちょぱとか、はい、そのゆらのちゃん、はい、友達とかも、いや、その彼しかいないよっていう、うん、そのすごいよ逆に。なるほど。そうっていう周りからの声もあって、はい、あ、確かにな、この人しかいないんだろうなって思って。稲葉さんに言われて一番好きな言葉は何でした？好きな言葉？好きだった、感動した言葉。感動した言葉？うん、なんでも何でも褒めてくれます。うん、例えばどういうことで褒めてくれるんですか？なんか全部。可愛いねーから。可愛いねもそうですし、全部そのプラスに変えてくれます。私が結構マイナスな人間、マイナス思考になっちゃう時があるので、それを全部プラスに変えてくれる言葉をかけてくれるので、はい、だから最近病んでなかったです。なるほど、病みついてなかったですもんね。はい、ここ何年かは病んでなかったです。はい、なんか常に前向きなツイートが。そう昔はウサギの絵文字とかつぶやいてありましたね。寂しいからウサギの絵文字、それもなくなったし、はい、だから本当にメンタルも安定して助かってます。料理するんですか？料理私はたまにしかしないんですけど、基本はあちらがこれで料理もできる。すごい完璧な人。そうだから、そんな人いるんだと思って。かっこいいのに、うん、何中身も完璧というか、それが珍しいなって思いました。なんかお互いに趣味あったりとかするんですか？趣味でもなんか一緒にアニメ見たりとか。この2人でテレビ出る？はないです。ないんですか？うん、お相手俳優の方なので、はい、あんまりね、出すぎてもちょっと迷惑かけちゃうかもしれないので。じゃあ何年後ぐらい？あ、確かに10年後とかだったらいいかもしれないですね。それはじゃあサンジャポで撮らせてください。35の時に、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ最後に宮司さん、思いを。何？もういっぱい使いました。なんでよ、もういいよ。よかったです、ニコチューしてて。よかったです。何も喋らなくなって。幸せになってください。はい、幸せになります。もう幸せか。はい。